ライズフェニックスさんはね、初登場でいきなり勝ったというね、すごいですよ。おいくつなんですか？高校1年生。高校1年生。新生。素晴らしい新生が誕生したんですけどね。さあ、ベストアップ。あ、書いちゃった。などういう。じゃあお題いきましょうか。はい、わあわあわあ。ベスト8第2試合のお題は薄いホーム。薄いホームだ。ベスト8はね、これはそうです。本日のスポンサー様でございます。さあ、先ほどね、4名の方が薄いホームに挑戦しました。今回もベスト8は薄いホーム対決ということで、それぞれのね、それぞれの薄いホームを書いてください。さあ、それでは清水さん大丈夫ですか？はい、では行ってみたいと思います。ベスト8第2試合、お題は薄いホーム。バトルスタート。さあ、ベスト8第2試合、先ほどの試合と同じくテーマは薄いホームでございます。地域密着型薄いホーム、ね、素敵なお住まいを馬鹿しなら薄いホームということで、先ほどのベスト8第1試合は素晴らしい予習の成果が出たと、ね、いった形でしたが、3試合目はどうなるんでしょうか。ちなみに会場に薄いホームの方っていらっしゃってます？いらっしゃってない？帰りました？あ、じゃあ何言っても大丈夫ですよ。そんなに気を使うことないですよ皆さん。大丈夫みたいです。自由で大丈夫です。さあ、まあ、ありがたいですよね、この大会がね、スポンサーとしていただいて、ね、こういった企業がね、いっぱい増えたらいいなと、ね、思いますね。そして皆さんもね、お家を探したらぜひ薄いホームでお願いいたします。さあ、残り時間、あ、まだね、3分半以上ありますので、慌てずにいきたいと思います。さあ、ケーキッチンさんは今日急遽出場で勝ち上がりと、そして大浜忍さんはメールブロックなんとか出場したことがある、そしてライズフェニックスさん、突然現れた超新星、ね、初登場でいきなり勝ち上がり、そして清水みんなさん、清水みんなさんもね、なんとかこちらのメールブロックに出場されております。さあ、ステージ上ではワンオンワンバトルが繰り広げられております。ステージの前ではライブペインティング、こちらもね、最後に投票がありますので、見た確認ありましたらね、ぜひチェックしてみてください。ということで、残り時間が3分です。残り3分。さあ、即興アートバトルフレロックが行われています。後ろのね、フリースペース、何を書いても自由ですね。あっちはあっちでね、お好きなだけ書いていってください。自由でございます。さあ、残りが半分になろうとしております。さあ、テーマは先ほどと同じく薄いホームということで、ちょっとね、さっきの試合とは違った角度で展開されてるような、ね、感じがいたします。これ出来上がり楽しみですね。さあ、残り時間が2分です。残り2分。さあ、今日は、ね、午前中に小学生バトルもありました。で、どうですか田口さん、小学生バトル今後また機会ありそうですか？やりたい。おー、ちょっとね、楽しみですね。これでどんどんね、広がっていったら。そうですね、まあ、ぜひね、参加してみたいという方はね、遠慮なさらずにぜひぜひ参加してみてください。残り1分半です。残り1分半。さあ、こちらのステージでは即興アートバトルミニフレロックが行われております。それよりもお二人お越しの皆様ね、よかったら
こちらの方で入っていってください。さあ残り時間がまもなく1分になろうとしております。残り時間1分、さあどんな形が仕上がっていくんでしょうか。ベスト8の第2試合、勝てばベスト4進出でございます。1分切りました。残り時間1分切りました。さあ筆ロックはキッズスペースもね完備しております。自由に楽しめる、ね、場所があります。さあどんな戦いの、ね、結末を迎えるんでしょうか。残り時間が間もなく30秒になります。残り30秒、さあお題は薄いフォームでございます。さあ間もなく時間になっております。それでは一緒にカウントダウンの方お願いいたします。体に身につけたいほど素敵な家を売ってる三井ホームさんということで、一番目立つ頭につけてみました。よろしくお願いします。頭に、はい、さあということでベスト8第2試合の戦いジャッジの方に行きたいと思います。では皆さん後ろを向いてください。そしてこちらライズフェニックスさんと清水ミーナさん、札の方よろしくお願いいたします。どうぞ。おー、ということでライズフェニックスさんの勝利。これはすごいことになりました、ね、急遽参戦の K キッチンさん、そして初出場のライズフェニックスさんの勝ち上がりでございます。これはなかなかね面白い対決でございました。さあということでね、ベスト4が出揃いましたね。よう頑張ってね。